じゃ、一緒に行きます。ここからね。せーの。彼はサッカーをすることができます。He can play soccer. 私は毎朝早く起きなければなりません。I must wake up early every morning. あなたは宿題を手伝うことができますか ?Can you help me with my homework? 彼女は明日来るかもしれません。She may come tomorrow. あなたはこの問題を解くことができますか Can you solve this problem? 私たちは学校に行かなければなりません。We must go to school. 彼女はピアノを弾くことができます。He、彼はだ、He can play the piano. あなたは、その本を読んでもいいです。You may read that book. 私は今、忙しいので、あてと電話をかけます。I will call you later. Because I am busy now. 彼女は料理が得意です。She can cook well. 彼は英語を話すことができます。She can, he can speak English. 私たちは明日遊びに行くかもしれません。We might go out to play tomorrow. あなたはそれを試してみてもいいです。You may try that. 彼は今、勉強しているはずです。He must be studying now. 私は彼女に会いたいです。I want to see her. あれこれ、上動詞ないな、ここに。これ、上動詞ないです、ここには。えっと、彼は毎日ランニングをすることができます。He can go running every day. あなたはこの映画を見てもいいです。You may watch this movie. さっきのと同じ文章の中のじゃないよね。あ、う、あ、ん、違うもんね、はい。えっと、そして、ここね。私たちは早く出発しなければなりません。We must leave early。彼女は来週旅行に行くかもしれません。She might go on a trip next week。彼は泳げると思います。I think he can swim. あなたはここに座ってもいいです。You may sit here. 彼はサッカーの試合に出るべきです。He should play in the soccer game. 彼はその映画を見たことがありません。あ、ごめん私はね、I have never seen that movie. これね、現在完了形なんだけど、このハブが助動詞だという感じでこれ撮っているのかもしれないね。これ違いますね。 一応、日本で中学校で習っている女同士たちがいます。あなたはその質問に答えることができますか ?Can you answer the, that question? 彼は明日来るに違いありません。He must come tomorrow. 私たちはもっと勉強しなければなりません。We must study more. 彼女はテニスをすることができます。She can play tennis. あなたはそれを持って行ってもいいです。You may take that with you. 彼は明日の会議に参加できるかもしれません。He might be able to attend the meeting tomorrow. 私たちはここで待たなければなりません。We must wait here. 彼は外国語を話すことができます。 He can speak a foreign language. あなたはその本を借りてもいいです。You may borrow that book. 私は今テストを受けなければなりません。I must take a test now. 彼女は歌が上手です。She can sing well. あなたはこれをする必要があります。You must do this. 彼は毎日自転車に乗ることができます。 He can ride a bike every day. あなたは私に手伝私に手伝ってもいいです。おかしいね。えー、ちょっと待って。私をかな、ね。せーの。あなたは私を手伝ってもいいです。You may help me. 私はこの問題が解けないかもしれません。I may not be able to solve this problem. 彼は今日学校に行かなければなりません。He must go to school today. あなたはこの歌を知っていますか ?Do you know this son? g 彼女はすぐに来るはずです。She should come soon。私たちはこの道を進まなければなりません。We must go down this road. 彼はそれを手伝うことができます。He can help with that. あなたは自由に質問してもいいです。You may ask questions freely. 私はお腹が空いているので食べなければなりません。I must eat because I am hungry. 彼女は新しいことを学ぶことができます。えちょっと待って。好きです。She likes learning new things. これないね、こんな感じ。ちょうどしね。さっきの同名詞があるけど。<laughs> これごっちゃになってるな、これ。 あなたは明日来るべきです。You should come tomorrow. 彼はパーティーに行くことができるかもしれません。He might be able to go to the party. 私は犬と遊ぶことができます。I can play with my dog. あなたは私に手紙を書くことができますか ?Can you write me a letter?